恋の入門作行政書士の鈴木です。行達チャンネル、今日はですね、行達チャンネル第2回目ということで、まあ、具体的に今皆さんの中でね、こう気になってることなんじゃないかなということを、まあ、我々事務所の方がまあちょっと抜粋しましてですね、今日はちょっとこう簡単なね、情報ではありますがちょっと発信していきたいと思います。今回扱うものは持続化給付金。まあこれね、もう皆さん多分事業者の方とか、まあ、法人もそうですけど、もう聞いたことがある、まあ、もしかも申請し終わってる方がもうほとんどの方だと思うんですね。ですから、まあ今更じゃあ持続化給付金がどういうものかとか、まあ、持続化給付金にどういった資料が必要なのかっていうね、こうベーシックなところっていうのは、まあ正直なところでもうネットで見てくださいと、いくらでもこうインターネットで見ていただければ分かると思うんで、そこはまあご自身で調べていただいても、まあ、もちろんうちの事務所にね連絡していただければ、まあお答えすることもできるし、ご相談もね対応できるんですけど、まああくまでも今日は持続化給付金の中です。例えばフリーランサーの方ですとか、あとはその個人事業主の方、もしくはその今年開業したとかね、2019年の確定申告書がないとか、まあそういったまあ人たちをこうベースに、まあ結構最新のちょっと情報をね発信して、まあちょっとお役に立てればと思います。そして今日はですね、まあ、正直なところ私持続化給付金のことをこんな偉そうにご託が並べてます、全く分かりません。まあ、僕自身もね持続化給付金実は申請してるんですけど、うちの事務所の人間であるね、今隣にいる鈴木俊之という早稲田大学卒、行政書士、彼も開業して、7年目ということで、開業してからずっとうちの事務所に入ってやっていただいて、まあいろいろこう業務をこう対応してもらってるという、まあ、職員なんですけども、まあ、今回こう持続化給付金は彼が全部対応していて、例えば僕の持続化給付金も彼が申請していただいて、もちろんこう、ね、しっかりとこう自分の口座に持続化給付金が入金されております。で、まあ、彼はまあちょっとこう見えてですね、まあ、本当にこう早稲田大卒ということで、まあ、なんですか、まあ、経歴的にはすごい素晴らしい持ち主ではあるんですけど、まあ、うちの事務所ではこうエピソード0という、ね、あだ名をつけられていると、まあ、エピソード0というのは、まあ、今いくつだっけ、37年間、まあ、女性とお付き合いしたことがないというね、まあ、そういったことで我々は、まあ、こう敬意を払ってね、エピソード0という形で、まあ、彼を呼んでるわけですけれども、まあ、そのエピソード0が今日詳しくとは言わないんですけど、まあ、ざっくりなんですけど、さっき言ったその個人事業主の方とかフリーランサーの方の持続化給付金の申請についてちょっと説明するっていう形でありますので、ここからは彼が担当になりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はじめまして、行政書士の鈴木俊之です。周りのお客さんからはニョッキと呼ばれております。さっき鈴木のぶつからも障害があった通りエピソード0です。リスクも0です。失敗も0です。よろしくお願いいたします。今回個人事業主を対象とした持続化給付金についてなんですけれども、個人事業主って結構いろんな人が対象になるんですね。もしそのお店で飲食店で働いていらっしゃる方、まあホステスさんでいらっしゃるとかホストさんでいらっしゃるとかも、確定申告をしていれば持続化給付金のその支給の対象になります。で、同様に本当に会社員として働いている方でも副業として事業の収入があって、それを確定申告していればその方も持続化給付金をもらえる場合もあります。なので、いろんなケースが結構もらえたりするので、まあ、そこについては相談いただければ、対応の方いたします。では、まあ、その給付金の申請にあたって準備しなきゃいけないものがあるんですけれども、まあ、個人事業主の場合ですと4点ございます。で、まず第1点が、これが一番大事なんですけど、確定申告書の控えです。で、まあ、中には確定申告をしていないという方もいらっしゃるんですけれども、今から確定申告をして、まあ、その控えを入手することは可能です。で、さらに確定申告はしたけど控えをなくしてしまったという場合なんですけれども、この場合は、まあ、申告をしていることには変わらないので、役所で納税証明書を取得すればそれで代用できる場合もあります。まず1点目、重要なのが確定申告書の控えです。続いて今年の売上の台帳です。ただ、まあ、この台帳というものについても、まあ、普段あんまり自分でつけてらっしゃる方いらっしゃらないと思うので、私が申請で
実際に使用したもののサンプルをお見せします。とっても簡単で大丈夫です。こちらです。もう本当にシンプルなものですね。もうここに月々の売り上げを入力してスキャンすれば大丈夫です。で3点目、ご自身 の、 通帳の写しです。まあ、これは、何用かというと、まあ、給付金振り込むので、もう本当にあなたのものって確認できる口座の情報をくださいねっていうことです。なので、ちょっと待って、ネットバンクとかも大丈夫？はい、ネットバンクでも、対応は可能で、ネットバンクの場合、まあ、信達さんであれば、これは信達さんの口座ですよっていう画面あるじゃないですか。ログインした時のトップ画面。もうそこに多分、信達さんの名前であったり、金融機関の名前であったり口座番号であったり書かれていると思うので、そこの画面のスクリーンショットを提出すればこれは代用が可能です。もう調子乗んなよ。最後4点目、これは本人確認書類です。まあご自身でやることを確認できる書類ですね。まあ運転免許証であったりマイナンバーカードであったり、まあそういったものです。まあこれも、まあ、携帯でカシャッと取ったものを使えば大丈夫です。もう以上4点で、もう最初の確定申告書さえクリアできれば、あとはもうご自身で結構手続きができるかなと思います。もしご不明な点がございましたら、事務所の方まで気軽にご相談ください。まあ、ということですね。彼が説明した通りに、個人事業者でもフリーランスでも、例えば去年開業今年開業でも持続化給付金というのは全然申請することが可能ですので、まあこれね、まあちょっとこんなこと言っちゃうとね、我々もねこう YouTube でこう発信してるんで、こうね、やっぱなんかやらしい話なんですよ。これがちょっとあれなんですけども、まあ正直なところ、我々みたいな専門業者に、まあ専門業者というか、まあね、専門事業に頼まなくてもご自身で結構申請できることがあります。ですからまあ一応こうご自身でトライしてみて、もしこう分からない点です、分からない点ですとか、ご不明な点ですね、あとは逆にこうもう面倒くさいから丸投げするよっていうんであれば、まあ、もちろんうちの事務所でも対応することができるので、ぜひお気軽にコメントをください。まあ、以上、今日の行達チャンネルでした。チャンネル登録者数じゃなくて、チャンネル登録者、なんていうんだろう。チャンネル登録者数を増やしたいよね。はい、よね、だから登録してください。ひげついてる。ひげついてるの。あと、いいねボタンお願いします。コメントをしていただければ全部返します。以上です。ではまた。チャンネル登録よろしくね。